テンションマックスです。でも中村さんと神谷さんといういろんな意味で危なっかしいお二人の中に花も可憐な18歳のめぐちゃんを放り込むのは親心でしょうか。少し心配です。そこでめぐちゃんに質問です。ぶっちゃけこのメンバーでラジオをやるにあたって不安なことってありますか？この番組を通してめぐちゃんがどれだけ成長していくのか、また開けてはいけない扉をどれだけ開けるのか楽しみにしております。はい、あ、いや不安なこと。本当ですか？割と失礼なメールですね。いや不安なことはな ない。この3人でラジオやることに対しては別に何の不安もない。人生に不安はないですか？前回はボビーでしたけど。私はないです。何、誰があんの？誰が不安言ってんの？手挙げていいよ。じゃあ誰が不安の？偉い人たちいっぱいいるんだ今日。いや、あの、すみんな目を伏せた。すぎた？なんでスギタが？あ、そっか。スギタさん。スギタさん、あの、言ってたね、なんかね。なんで？アフレコの時に、おはようございますって言ったら、ちょいちょいって、あの、手を、手招きされて、おいでって言われたんですよ。何ですかって言ったら、ラジオ、不安じゃないって言われて。あいつ何言ってんの？どうした？え、何ですか？全然平気ですけど、とか言ったら、いや、あのね、神谷と中村は、ああ見えるけど、そんな悪いやつじゃない。なんだよ、どう見えてんだよ。中村は肉が好物で、神谷の家の猫は可愛いみたいなことを言って、そう。で、中村さんがいらっしゃった瞬間に、あちゃって言って、言っちゃったんですよ。つって、はい。不安だけを撒き散らかしてるね、あいつね。あいつなんで引っかき回すんだよ。それを聞いて私は不安になって。ああ、大丈夫だからね。あの、もう彼の言うことにはずっと目と耳を全部塞いで、あーって言ってみて。それ本当見たらどうなるんですか？杉田さんが喋り始めた際に。すごい、傷つくと思うから。話は聞いてあげて。話は聞くけど、話は半分ぐらい聞いて。悪い人じゃないからね、杉田くんもね。そうですね。三島役のね、杉田くんだよね。